戦前柔道場の青い畳を文字通り血と汗と涙で染めて自らの技を練磨していった学生たち、旧制高校専門学校の学生たちがいた。彼らは工夫と練磨を重ね自らの限界に挑戦し自分の体に合った技を開発しようとしてひたすら修行に励んだ。同じやるんなら勝たないかファイト、あとそれにはファイトだけじゃいかん、研究勉強もせないかん言うんで道場行って格好の相手を見つけて逆を捉えたり締められたり抑え込まれたり毎日のようにやってきましたね。今得意残るのは飛行機と称してね、同じぐらいの技量強さの人間にね次々一人クタクタになるでしょ。今度は新鋭のやつがまた来る、強いですよ。同じ力のやつでも使えたところへ新鋭のやつが、それでやってそれでまたクタクタになるとまた新しい新鋭のが来る。非常に苦しい稽古をしましたね。生死をかけた人間修行だよね。京都武徳殿、彼らは新しい技を引っ提げて試合に臨む。試合場の広さに制限はなく、立ち技、寝技の区別もなく、当て身など特に危険なもの以外は認められていた。一本勝負を基本に、投手と投手がぶつかり合う壮絶な試合が展開された。一本の優勝旗、これをめぐって、国区練磨の柔道部生活から生み出された寝技の技術は今なお語り継がれ伝えられている。相手が引き込んでくるのを大内刈りからすかさず袈裟固めに入る、立ち技から流れるように寝技に入る、立ち技から取る腕絡み、相手が亀の姿勢になった時の腕絡み、相手の握っている帯を切って逆を利かせながら肘を吊り上げて決める、
片膝を割り込んだ場合、相手の左右の足首を十字に挟み、右手で奥襟を取り、左手で肩を決め、胸をつけて足を外し、抑え込みに制する。相手が引き込んだ場合、足を払って入り、膝で胸腹部を押さえ、左手で相手を釣り気味にし、右手で奥襟を取り、押さえ込みに制する。同じように相手が引き込んだ場合、足を払い、右手で奥襟を取って締め技に入る。十字逆に制する例である。これらの技は相手に応じて変化させる。ポイントは膝で相手の自由を制しつつ、左手で相手を手繰り上げ、右手で奥襟を取ることである。この時右手の手首のひねりが大切である。相手が胸の上で両手を組んで防御したとき、右手で相手の自由を拘束し、左右の膝頭を使って相手の両腕にこじ入れ、崩れけさに決める。右手と左右の膝の使い方がポイントである。払って入り、相手を釣り上げ、背中につき、後ろ三角に決めて逆を取る。相手を逃がしておいて背中につき、防御している相手の手首を利用して送り襟締めに決める。
側方より頭部に回転させる返し技である。相手を押し下げて左手で後ろ帯を握りながら肘で相手の後ろ首を押さえ、右手で相手の手首を制して起き上がり、側方に回転して直ちに押さえ込みに移る。相手が極端に後ろへ下がった時には自分が起きて腕をこじ入れてテコで返す。同じように腕をこじ入れた時、相手が返されまいとして抵抗した場合、相手の力を利用して巻き込んで返す。相手の膝関節を蹴って横にひねり、引き込み返しを行う。同じように相手を横にひねり、横三角締めに決める。上から攻める相手の後ろ帯を取り、膝を蹴り下げて回転し、縦四方固めに入る。後ろ帯を取り、相手の膝上を直角に蹴り下げる。回転させて右腕で相手の首を巻き、自分の帯をつかむ。左腕は相手の右手を逆に決めている。相手の頭を制し、右手を制して縦四方固めに決める。
左足を相手の内股にかけて回転させ、縦四方固めに制する。前帯を取って返す。返した後は縦四方固めに決める。相手が亀の姿勢になった場合の攻め方である。左手で相手の後ろ襟を、右手で後ろ帯を取り、左腕で相手の頭を引っ掛けて横転させる。押さえ方はいわゆるイタチ押さえで、後ろ襟を握り、体重を相手の左肩にかけて押さえる。引き込んで下から羽交い締めに取って締める。相手の右手を抱え込んで襟を取るのがポイントである。膝で相手の左手を切って前のめりにさせ、三角に締める。横三角締めの入り方。相手の左足を押さえながら巴投げで返し、横三角に決める。三角締めは高専柔道の極致で、それぞれ自分の体に合った入り方、締め方を研究していた。横三角締めに入って左手の逆を取る。同じように横三角締めに入って右手の逆を取る。三角締めはどこからでも取れるという技の一端である。
体固め腕ひしぎ、両足をぐっと伸ばし、相手の肩を潰して起き上がる。ハサミ逆。両足で相手の腕をしっかり挟んで、相手を仰向けにしてハサミ逆に取る。下からの三角締め。上からの三角締め。高専柔道の選手たちは、柔道の決め手は固め技にあると信じ、青春をかけて自らの体に合った技を開発していった。それは今でも追随できぬほど高度なものであり、それらの技の数々は日本柔道の将来に大いに貢献していくことであろう。